おはようございます。極上物語の続きをまだまだやっていきましょう。3年目秋の23日日曜日。明日も晴れ。今日はルーさんにカレーライスを渡しに行く日ですね。それとは別でちょっとお料理もやっておきましょう。焼きリンゴ。リンゴを使った料理でリンゴ、焼きリンゴをこれくらいしか思いついてないのですが、アップルパイがまだ思いついていないのがどうしても気がかり。で、材料を使った回数が重要ということは、意外とまだ足りてないんじゃないかと思ったので、焼きリンゴをまだまだたくさん作っていって狙っていこうかなと。なんか来た！スーパーウルトラグレートデリシャスワンダフルリンゴ？お料理で作れんのこれ。こっちもかよ。これもかよ。全部一気に来た。やっぱ足りてなかったんだな。焼きリンゴ結構作ったと思ってたんだけど。へえ。ていうかあれ、料理で作れるのか。普通のリンゴを加工できるってことか。なるほどね。ただ、女神様コレクションとは関係ないみたいですね。ここ、アップルパイっぽいよね。レモンパイとかって思ったけど、レモンパイはそもそもレモンがないからないよね。ということなので、もうちょっと作ろうか。多分ね、足りないのリンゴだけなんじゃないかなと思うんで。大量の焼きリンゴで。作っていこうか。あ、ついでだからこの辺も作って。え？何これ？え？変換？変換できるだけなのかこれ。あらららら。え？変換できるだけなの？なんかな、もやっとするな、これ。完全に新しく作れるわけではないのか。謎すぎるな、このリンゴの仕組みが。ダメだ。リンゴをこんだけ作っても思いつかないということは、これは条件ではないっぽいな。となると、あとは小麦粉かな。いろんなところで使うからな。小麦粉料理をもっとたくさん作るべきなのかもしれない。あとはバター。意外とバターめちゃくちゃ作ってるなと思ってたんだけど、実はバター足りないっていう可能性あるかもしれませんね。で、同じ考え方でチーズも実は足りてないんじゃないかって思ってるので、チーズを使ったお料理も、狙っていきたいですね。モフコットがあと5日くらいで、ミルクパンもうすぐ明日かな、これは。忘れずに先にルーさんとこ行くか。女神様の渡してないやつを渡してからね。あ、パインジュースがまだか。わからんな、これ。理由に牛マークがついてるっぽいから、オレだと思うんだけど。ミックスオレかな。ルーさん発見。あなたには、カレーライスラッピング済みありよ。私にくれるの？どうかな？お、来たか。お料理って好き。こんな料理もあるで。春の太陽って言うんやけど知ってる？春の太陽。夏の太陽、冬の太陽もあったよね。材料は、ムーンドロップ層、ピンクキャット層、青いマジックレッド層、赤いマジックレッド層、トイフラワー。赤いマジックレッド層は自然には生えないから気ぃつけや。道具はいらんね。あ、でもこれや。あれや。作っても食べられへんから気ぃつけや。それ料理と言っていいのか。出ました。春の太陽のレシピを覚えたよ。なるほどね。ということは各季節に対応した強制晴れかアイテムってことでいいのかな。夏と冬はね、なんとなく台風と大雪を回避できる機能があるのかなと思ってたけど、春秋にもあるってことかな、これは。そんな感じがしてきましたね。あー、後ろ2つが揃いましたね。何もらった？マジックレッドか。ランダムなのかな、これは。まあ、ともかく、お話ししたい街の人たちは全員お話できたと思うから、あとは女神様にプレゼントをやって、もう今日終わりか？早いなぁ。てか、普段が長いというか、これでも十分なりえんだよね。さあ、女神様にプレゼントをするよ。今日のお料理はパインジュースです。お納めください。無難な反応。だいぶ埋まってきたからね、もう次は全部揃いましたよっていうタイミングじゃないと
話出てこないかもしれないね。これのコンプリートがね、なんか条件になって、女神様との仲発展するんじゃないかなと思ってるんだけど、違うかな。違うような気もしてきたな。おはようございます。まだまだやってみましょう。そろそろ生まれる頃かな。ということで来ましたね。ミルクパン出産。子牛が生まれた。名前をつけてありよう。ミルクシチュー。君の名前はミルクシチューだよ。とってもクリーミーな名前だね。新しい家族が増えた。これからも頑張ろう。はい。ということで、3年目秋24日、月曜日です。新しい仲間が増えましたね。見ておこう。ミルクシチューです。子牛です。ハートの上限が7になってますね。ミルクパンより1個多い感じ。なので、多分、今までで取れたことのない L サイズのいい品質のお乳が絞れるようになるんじゃないかなという期待があります。モモクリームも順調に愛情度を育んでいってますね。さあ、では今日もお料理からやっていこっかな。何しよっかな。小麦粉を使ったお料理をいっぱい作りたいのですが、何かいいのないかな。小麦粉は使いたいけど、それ以外で大量に使うというのはあんまり良くないので、例えば牛乳とか一緒に使うと消耗が激しくなりそうというのが、他で使えなくなってしまうというのが痛い。チーズにしたいっていうのもありますからね、牛乳に関しては。ただ単純に消費が激しくなる以上のデメリットを感じる。小麦粉の消耗がとても辛いね。フルーツジュース。来ないか、フルーツオレがあるからな、あれかと思ったけど。わあ、キャベツが足りない。野菜ジュース3つで、ミックスジュースを作る。そろそろ来てくんねえかな。来たー、ミックスオレ。やっぱあったんか。ありそうだなと思ってたけど。ってことは、ミックスジュースかける牛乳かな？合ってるね。よし。これは予想が当たったという感じで、ちょっと嬉しいね。プラチナの卵を入れたので、ちょっと多めになっているかな？卵！よし。うわ、なんか出た！マヨネーズエクサイズのレシピを覚えたよ。覚えたのはいいんですけど、X の卵だよね。だから結局意味ないんだよな。で、おお。いや、いつ見ても小さい牛は可愛いね。卵の品質は相変わらず。お！ラビーが大きくなってる。やりましたね。ラビー。さあ、では女神様、ミックスオレをプレゼントしましょう。お納めください。好きでも嫌いでもなかった。ワイナリーのお手伝いをしているので、団子を入れよう。芋さんになってる？ちょっと変わった？これもしかしてデュークの前だとさん付けで呼ぶのかな？そんな細かい違いあるの？あ、来た！クリフ、仲良しマックス。やりましたね。これで、仲良し度的に、まだ上がりきってないのは、ほとんど会うことのないルーさんとかバーンさんとかが、筆頭で。あれ？カッパの言うことが落ちている。そんなバカな。あれ？なんでだ？最近会ってなかったからか。そういうこともあるんだね。ちょっと、今日キュウリ持ってこっかな。なるほどね。で、あとはジェニファーとブランドンか。オッケー。ジニファー、ブランドン、マリーだね。街の人たちはもうほぼ、完了ってことですね。なんかこれも久々だな。冬になるとね、会えなくなっちゃうからね、今のうちに。キュウリをあげるよ。これで機嫌直してくれたかな？治ってる！元気になやっちゃ。これってもしかして会いに行く頻度が極端に減ると、言うこと下がるんかな？勝手に。まあ現実的といえばそうだよな。全然会ってない人との仲良しがいつまでも
ね、悲しいけど続いてるっていうのも変な話だしな。なるほど。あまりにも期間を空けすぎるのは良くないってことでしょうね。だから街の人たちともちゃんとお話程度は続けておかないと、もう仲良しマックスになったからいいやって言ってほったらかしにしてると仲良し度が下がっていく可能性があるわけですね。気をつけないとね。おはようございます。牧場物語やっていきましょう。トウモロコシを食べて3年目秋25日火曜日。さあ今日は火曜日なのでバラエティ番組があります。お料理対決番組超美味しい時間、新しいレシピを教えてほしいのですが、どうかな。うどん、やっときた。これ知りたかったんですよ。調理道具は小麦粉、麺棒、鍋。ああ、これ小麦粉だけで作れる料理ってことかな。めっちゃありがたいわ。うどんと鍋できた。早速試食しよ。まずは A さん、もりもりもり。効果音が適切。次は B さん、もりもりもり。うん、美味しいって、これカレーうどんになっちゃってる。というかうどん対決で材料にうどんを使うってどういうこと。判定、 B さんのカレーうどんは美味しかったんだけど、お題と違うものを作っちゃったからダメってことで A さんの勝ちです。カレーうどんはうどんの仲間ではないのかって B さんは多分言ってると思いますけど、あ、これうどんとカレーうどん両方覚えたぜ。これカレーうどんだったんだね。なんかパッと見はね、なんかお吸い物というか汁物かなぐらいにしか見えなかったんだけど、カレーうどんだったんだね。では確認しましょう。ここだ。うどん。小麦粉をこねて茹でたお料理。食べられるけど出荷はできない。もう一つ。カレーうどん。うどんにカレー粉を入れて作ったお料理。食べられるけど出荷はできない。まあ間違ってはないと思うんだけどな。うどんをベースに作って、まあそうか。手打ちなのか、その作ったうどんにカレーを入れるかの違いってことか。いやー、これは最高だね。小麦粉だけをふんだんに使える料理っていうのは最高だ。いっぱい作るぞ。小麦粉をトリガーにしたお菓子とかあるかもしれないからね、たくさん作っておきたいよね。もう小麦粉料理はこりごりだよっていうぐらいたくさん作っておけば、次のトリガーを踏むのが早く、たやすくなる可能性が高い。うどんを50人前とりあえず作りましたが、小麦粉を使った新しい料理とかは特になかったですね。お、なんか来た。天ぷらうどん。新しいレシピをひらめいた。天ぷらうどんのレシピを覚えたよ。天ぷらうどんは別に、あれだよね。あ、そうか、うどんを使った料理か、これ。あ、そういうことか。なるほどね。では、これもせっかくなし作っておこうか。いいね、これで一気にレパートリー増えましたね。ふぅ、カレーうどんどんだけ大好きなんだ。今日女神様にあげるのは、まあ天ぷらうどんの方にしよっかな。ということでいっかな。これチーズスフレからチーズケーキ派生するかな。ちょっとやってみるか。あ、なんか出た。マヨネーズ G サイズ。そうか、マヨネーズのサイズもちゃんと使っていけば思いつくんだな。それでは女神様、天ぷらうどんです。お納めください。まだうどんとカレーうどんも残っているからね。こんなに何度も来てくれたら、私もおいもちゃんに白い草をあげなくっちゃね。はい、ありがとうございます。白い草もだいぶ溜まってきたな。白い草の数で、女神様にどれだけお話をしたのかがわかるようになるかもしれないね。熟練の女神様、プレゼントプレイヤーになったら。はい、ではコーヒー牛乳にやりましょう。ちょっと今日はラッピングできませんが。最近サイバルさんと全然お話ししてないな。買い物も特にないんだよな。経験が足りないですよ。経験の問題なの？道具を改造するのに使える鉱石を持っていないようですな。鉱石は泉の鉱石場で見つかりますぞ。これマジで言ってる？俺があんだけ苦労してひたすら探し求めて全く見つからなかった賢者の石が泉の鉱石場で取れるって言ってるんですか、サイバラさん。それを本気ですか？俺は信用していいんですか？まあでも他に取れる場所ってもう想像つかないからな。さあやっていきましょう、牧場物語。ちょっとだけ休憩を入れましたが、
フレンチトーストを食べて、3年目秋、26日。晴れが続くね。いい感じよ。今日のお料理何にしよっかな。じゃがいもを使った料理をたくさん作ることによって、フライドポテトを思いつくんじゃないかという期待があるので、ちょっとアヒージョをたくさん作ってみます。じゃがいも意外と足りてないんじゃないか？あ、なんか出た。チンジャーロース。新しいレシピをひらめいたチンジャーロースのレシピを覚えたよ。ナポールタン。これピーマンか。おう。ナシゴレン。一気に来たね。どの辺かな？あった。ナシゴレン。ご飯。ご飯を使ったお料理。ケチャップが命。食べられるけど出荷できない。ケチャップいるんかーい。ケチャップいるんかーい。では久しぶりに作るか。トマト、玉ねぎ。意外と余裕あるな。では消費する品質を高い順にすることによって、新しいレシピを思いつきやすくなる作戦を一応取っておいて。で、ナシゴレンも作ろうかな。ピーマン系か。まあ、これ以上ピーマン系は増えないかな。ほどほどでいいでしょう。ダラッタラーン。ナシゴレン。あとは何だったっけ？チンジャオロース。これかな？激辛系で一個わかんないのがあったんだけど、激辛チンジャオロースっぽいね。一個作って様子を見ます。あれ来ない。違ったか。ナポリタン。小麦粉使うね。野菜系が結構多いよ。キノコ以外は食材余裕あるのでちょっと多めに作ろうかな。タラッタラーン。特に何もなし。あと思いついたの何だったっけな？ど忘れした。眺めていれば思い出すか？チンジャオナポリタン。ナシゴレン。あ、3つか。ということは全部作ったかな？さてと、大魚を使った料理があんまり作ってないので、ちょっとここで一品作ってみようかなと。わー、出たよ。フカヒレスープー。激辛ラーメン。魚介だったか、これ。あら、いいですね。そうなんだよ。大魚はね、なんかトリガーになるんじゃないかなと思ってたんだけど。一気に増えてきたね。で、激辛ラーメン、あった。ラーメンに唐辛子を足したお料理。辛い！食べられるけど出荷できない。ラーメンの作り方知らないんですけど。いいのかな？小魚で作れるのね。かなりいい品質の卵。タケノコ使う！ちょっとそれは、抑え気味にいっとこっかな。うわ、出た！激辛チンジャオロース。やっぱり激辛チンジャオロースだったか。ということは唐辛子の方か？タケノコかもしれない。いいね。もうだいぶ埋まってきたんじゃない？うん。お料理のレシピはかなり埋まってきたので、何にしてもね、女神様に渡すお料理のラインナップとしては、だいぶ余裕が出てきましたね。そしてついに、この冷蔵庫では、持ち物がいっぱいになってしまった。もう一段階大きい冷蔵庫が欲しいですね。では今日もお仕事を見守っていきましょう。まだコロボックル君全員いるのか。なら、プレゼントしておこうかな。小麦粉を用意しましょう。ん？あずきなってるじゃない。すっかりわからなかったよ、これは。あずきもね、今後使うはずなので、ちょっと、拾っておきましょう。多めにね。ちょっと、売ろうか。フレンチトースト。355、高っ！いいじゃない。サンドイッチ。118、安い。同じ卵を使った料理だというのに、どこで差が。5かよ。読んで押せるか、これ。押せた！654。これあげるね。何くれた？ん？トイフラワー。あ、3、連続した数字でも種くれる場合があるのね。連続した数字の時はレコード固定だと思ってたわ。もう一回余裕があるね。あ、よかったなー。これダメだ。あ、でも7揃った。たまたま。何くれるの？キャベツ。この辺はランダムなのかな？あれ、いない。まだ山か。ちょうど戻ってきてる頃か？ブランドンはどちら？いた。
ブランドン、君のために用意してあるんだから受け取っておくれ。お、ちょっと変わった。何か話があるのか。捜索のために時々はこの辺を散歩するんだ。これは来たんじゃないか、ジェニファー。じゃなかった、ブランドン。まだか、あと1段階。もうほぼほぼマックス仲良しと言っても差し支えないレベルまで来たかな。さあ、では女神様に今日はチンジャオロースをプレゼントしましょう。お納めください。割と好きなものなのよ。相変わらず傾向が読めんな。どうした？なんか来た。おい、もうブランドンに用事か？ブランドンイベントか。それならちょっとタイミングが悪いかもな。ちょうど煮詰まっている頃か。木材がめっちゃある。今あいつ取り憑かれたように作業に没頭しててな。飯も食わねえし睡眠も取らねえ。で、あの通りアトリエも散らかり放題。大変じゃないの。仕事に出るからあいつが人心地ついたら部屋を片付けるように伝えてくれ。ゴツさん、出かけないでくれ。俺はゴツさんに用があったのに。ブランドン。今は少し忙しい。ゴッツの言葉を伝える。掃除をやっておこうか？どっちが喜ぶかな？いや、掃除をしようかっていうと、触るんじゃない！それは今俺が最もベストだと思って置いてある配置なんだからっていうパターンかもしれない。さらにゴッツさんの方で行こうか。ゴッツさんが部屋を掃除するように言っていたと？ああ、確かにな、散らかっているような気もする。だが俺は今手を休めるわけにはいかん。ああ、じゃあ手伝ってあげる方がよかったのかな。必ずやる、後でな。了解したよ。あ、最終的に俺がやるってことになるのか。しかし、ああ。おお、片付けるのはお手のもんだからな。これ気が散らないか。ふう、おお、よかった、完成したんだ。何が出来上がったんだろうね。今終わった。なんで一回転したんだろう。部屋が見違えるようだな。意外と喜んでくれたわ。またここと言われるところだった。ここと言われてんだな。ただいま、ゴツさん帰ってきた。綺麗に片付いてんじゃねえか。すっげえほがらか。ことづてを頼んでよかったな。いくら声かけても全然気がつかねえ。そっちにここと言われてんだな。気づいてくれるんじゃねえかと思って任せたんだ。作業中に誰かと話すことはあまりないような気がします。ゴツさんに対してはやっぱり敬語なんだな。いや、毎回声をかけてるんだよね。全く身に覚えがありませんが。周りの見えんやっちゃな。といったことがありました。ブランドン？俺と話すの新しいか？また会話ちょっと変わってるね。言葉で表現するのが苦手なんだ。俺のことを知りたいのは作品を見てくれ。芸術か。あー、もうお仕事終わっちゃってるこれ。よう、もう営業時間外だ。くー、冷蔵庫が足らないんですって。もう、ちょっとくらいサービスしてほしいのに。というか、ブランドンの、イベントで時間経過したからじゃねえのか、これ。タイミングが最悪だったな、今回。あ、ジェニファーは発見。じゃあちょっと少しでも手持ちを開けるために、マジックレッドソープレゼントしよう。黄色にならんねえ。おはようございます。お料理がなかなか順調な牧場物語を続けてやっていきましょう。3年目秋27日木曜日。晴れが続いています。さあ、何かしら毎日お料理は作っておきたいのだけれど、何にしよっかな。大魚がなくなっちゃったんで刺身も厳しいね。ちょっと中魚使っておこうかな。これで何か起こるとはあまり。あー、なんか来た。カルパッチョ。新しいの来るか。中魚でいいんだね。大魚が一番いい品質の魚っていう扱いになるのかな。大魚は大魚で違うレシピな思いつく対象になってそうな気はするけどね。カルパッチョ。新鮮な魚を使った料理。食べられると出荷できない。あ、中魚メインだ。じゃあ中魚で思いついたのかな。カルパッチョ作っておきましょう。あ、大魚使うじゃん、フカヒレスープ。これまた後で吸っておかないとね。まあいいや、今日お料理を作るというノルマは達成したので。流れたぞ。当選者様、バンさんの大好物を手に入れたぞ。
あ、コロボックル君たちがお仕事、あれですね、半分終わってしまいましたので、後でお願いしに行かないとね。街に行きたいところだけど、まだちょっと時間に余裕があるので、釣りをしよう。川で大魚釣りたいな。なんかいないかな。この時期だし、鮭とか釣れたら。ブラックバス。お、出た。でけえ。正面から見るの初めてかもしんないね、大魚。先の最大サイズ。やったぜ。これでフカヒレスープが作れるぞ。鮭でフカヒレスープを作るってどういうことって感じだけどね。カルパッチョにしようか。カルパッチョです。お納めください、メカメス様。今ちゃんじゃない。また来てくれたのね。好きでも嫌いでもないものなのよ。今日こそはゴッツさんとお話をしたかったんだ。増築はダメなんだよね。冷蔵庫。なーい！待ってよ、豪華な冷蔵庫があるって俺聞いてたのに。ないのか。もしかしてサイロを作ったらいけるんかな？これは貝場だもんね。鶏小屋の方はもう、改築してあるんだよね。それで整理棚が増えた可能性があるのか。こっち頑張った方がいいのか？そんな気がしてきたな。足らないの木材か。だったら斧で、用意しておいてもよかったね。ついでだからちょっと売ろっかな。何売ろっか。焼き魚。235。高え。いいじゃない。売っとけ。いけた。綺麗に揃ったぜ。連続した数字は大当たりね。おめでとうね。何くれんの？また種かい。マジックレッドでした。揃える数字によって決まってるのか？でも前、あれ？前揃ったのは765だったっけ？ナムコで揃えたんだよな。その時はレコードもらえたんだよね。だから特定の連続した数字だと、あるいは特定の3桁の数字で揃えると、レコードがもらえて、2回目以降は同じ数字だと種がもらえるようになるって感じなのかな。考えすぎかな？全部ランダムな気もするけどね。でも秋もうすぐ終わるからな。コロボックル君への依頼もほどほどに止めていいんだけどね。そうだな。どうせ冬になったらやることなくなっちゃうから、あと3日だけお願いしよっかな。サラダの作り方教えてほしいな。アップルパイ、チーズケーキ、クッキー。あれ？よく見たらこれって、全部俺が覚えたことない料理だ。え？偶然かこれ。ちょっと偶然にしては出来すぎているような気が。サラダ、アップルパイ、チーズケーキ、クッキー、全部作ったことね。レシピも知らない。これやっぱり買ったら覚えるんじゃないか。ちょっとサラダいっぱい食おう。ちょっと料理研究のためにね。サラダ10回目。何もない。なぜだ。なぜ何もないのだ。偶然にも俺が作れない料理がここに4つ並んでいるってこと？偶然にしては出来すぎな気もするんだけどな。ダットさんとの仲良しももうマックスまで行ってるからな。ここで教えてもらうってことないと思うんだけどな。気になるな。こんなものかな。お仕事も完了したところで、今回はここまでとなりますね。いやー、お料理開発がここまで順調に進むようになるとは思わなかったな。とてもいい感じです。もう女神様にあげる料理が順番待ちするぐらい溜まりましたね。これを全部プレゼントして、あとは冬の間のお料理番組とかで追加されるのにちょっと期待するぐらいかな。あんこ系はね、そもそも新しく思いつかないと思うので、完全に誰かから教えてもらうの待ちだと思うのでね。この辺ですよね。まんじゅう、どら焼き、おしるこかな？この3つは多分どれか1個思いついてからの派生だと思うので、待っておきたいね。あと、卵系でエッグベネディクトとか、ポトフとか、この辺かな？気になるのといえば。そんな感じですね。よし。では今回はここまでとなります。ありがとうございました。もうすぐ3年目も終わるな。